皆さんこんにちは、斉藤マクセルと申します。今回なんですけども、ドラコニアサウルスというのをテーマしていきたいと思います。で、こちらのドラコニアサウルス、一体何ぞやと言いますと、モッド生物なんですよね。なので通常のアークには存在してない生物となっております。で、このモッドの作者さんの、説明欄を見てると、どうやら見た目のフォルムは、肉食恐竜のような見た目をしてるのに、尻尾はなんとアンキロみたいな尻尾をしているということで、それを使って攻撃してくるという、何とも変わった生物らしいんですよ。なのでね、早速そいつをテイムしていきたいと思います。ではね、早速ドラコニアサウルスを探していきたいんですけども、なんかね、山岳地帯に多いらしいんですよ。なんでちょっと探していきましょう。とりあえず山岳地帯、今回ね、このカンガルーを連れてきたので、まあちょっと逃げ惑いながら、ちょっと矢でも打って眠らせようかなっていう。まあ昏睡テイムなんかどうかはちょっと知らんねんけど、なんかね、説明欄にも書いてなかったし、ちょっととりあえず昏睡で取れんのかなっていう適当な安易な考えで、とりあえずこれで来たんやけど、どうやろうね。あれか、もしかして、なんか奥に変なやついんねんけど、ちょっと待って、サーベルが来てる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 。ちょっととりあえずこれ巻きたい。あ、アロもいる、やばい、やばいんやけど、あのちょっと待って、あの変な奥にいるやつ、これ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 、こいつじゃね、これ。ちょっと飛びすぎたけど、出てこい。今なんかいたやろ、ここに。おい、これ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 、おい、レックスいる、レックス邪魔や、レックスはいいんやけど、これ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 、何こいつ、ちょっと待って、めっちゃ赤いこいつ、これ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 、ほら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 、何これ、うわ、追いかけてきた。ちょっと待って、ちょっと一回離そう。やべ、早くないこいつ、こいつめっちゃ早ない。ちょっととりあえず一旦離そう。これぐらいいけばとりあえず負けたね。よし、ちょっととりあえず矢打っていこうか。うわ、おお、何あれ、いや、ほんまにアンキロみたいな尻尾で攻撃してる。すげえ、全然当たらへん。あし、当たった。12ダメージ。ちょっと低いな。硬いな、こいつ。ちょ、でかいな、こいつ。だって、レックスよりでかくない？いや、かっこいい、こいつ。何こいつ。おお。うおー、すげえ迫力。ちょっとなんか変なのに二度疲れてるけど、ちょっと。あ、強いね。あ、なんか全然トリケラーに負ける要素なさそうやな。いっぱいおったけど、まだ血も全然ついてなさそうやし。いや、ほんまにアンキロみたいな尻尾で攻撃するんや。いや、これね、今回架空の生物っぽいので、いや、実際にはこんな恐竜はいないんすけど、いやー、かっこいいな。ちょっと待って、お前水に浸かってるけど大丈夫か、お前。え、ちょ、なんかもう一体おんねんけど、もう一体おんねんけど。おい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 、聞いてねえぞ、もう一体来てるやん。え、だから全然寝る気配がせえへんねんけど。こいつ28で、俺がさっきから撃ってんのはレベル 4!4!4 やって、俺がさっきから撃ってんの。いや、ただのクロスボウやけど、これ。あ、メイト入ってる。うわ、かっこいい。ちょ、あんま水の中入っていかんといてくれ。痛い。痛い、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 痛い。やべ、来てる。どう？来てる？来てる！めっちゃ来てる！めっちゃ来てる！めっちゃ来てる！いや、かっこいいな。海岸で生えるな、こいつ。かっこいいな。なんか、顔、長い、スピノ系の顔してるよな。でも別に水辺の生物ではない。ちょっと待って、ちょっと、あ、ちょ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 、引っかかった。やばい、待って、逃げろ。あいつ、ほんまに寝んのか。全然寝えへんやんけ。はい。違う。来てるー！ちょっと一体だけにしてくれへん、くんの。あ、ほか排便してる場合ちゃう、お前。来てる！かっこいいでよ、こいつ。むずい。罠かけた方がええかな。いや、いける。いける。レックス来た。ほら、レックスめっちゃちっちゃいで。すげえ。ドラコニアサウルス。でかい。やばい、危ない。
めっちゃ来てるな。うわ、かっこいい。架空の生物やのにすごい恐竜らしい。らしくないところもあるけど。危ない。あ、なんかあっちの奥の方でも戦ってる、もしかしてこいつ。おるっぽいな。なんかぐるぐる回り出したなんていうか、こいつ。ラッキー。とりあえずこれで撃ちまくろう。っていうか、スピノよりだってでかくね、こいつ。やばいな、こいつ。でかすぎるやろ。ギガノトよりはちっちゃいのかな。一応ギガノトよりはちっちゃいかもしれん。あ、これ亀が硬すぎて全然倒せてなかったんか。亀すげえ。え、相当麻酔ぶち込んだけど、まだなん、こいつ。え、寝ないの？ほんまに寝ないの、こいつ。ん？あ、逃げ出した！やっとや！なっか、こいつ！やっとや、こいつ！いや、もう、時間かけ、めっちゃかかったら、時間。やっと逃げ出した。何発ぶち込んだ、こいつ。よし、もう逃げられんぞ、お前は。お前は俺の仲間になるしかないんや、お前。観念しろよ、お前。あ、ちょっと待って。クロスボウが。とりあえず昏睡効いてきたら寝るのは普通のやつと一緒か。あんま森の中に逃げんといてくれよ。ちょっと森の中に逃げられると困る。あ、でけえからこいつめっちゃ引っかかるやん。てか結構血だらけやな。大丈夫かお前。そろそろまずくないか。そろそろおねんねしてくれへんとマジで死んでしまう。寝てくれ。頼む。寝てくれ。え、急に暴れ出した。何や、大丈夫？違うな。あ、たまに。ほらよ、お前もう動かれへんやろ。はい。はい、寝ろ。寝てしまえ。お前はもう寝るべき。お前は俺に、テイムされるべきなんだ。やった、落ちた。うわうわ、寝方かっこいい。何こいつ、寝方かっこいい。寝方かっこいいぞ。ちょっと待って、俺肉ないわ。ちょっと肉取って、肉ないよな。肉ねえわ。腐った肉しかねえ。あ、こんがり肉でいいかな。まあまあ、肉取ってこようか。あいつ、まあ、そうそう襲われる。あ、あった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 。あったよ、トリケラ。トリケラが死体になってた。よし、もらおう、これを。よし、与えよう、これを。いやー、念の時間かかったね、あいつ。やばいね、こいつ。昏睡値なんぼなんやろ。レベル4で、これってやばいな。ギガノトクラスとまでは言わんけど、ギガノトのに匹敵するぐらい、あんのかな。昏睡気絶値が、5900、あれ？そうでもなくね、5900やったら。いや、わからんけど。あ、やった！あ、昏睡テイムで当てた。うーわ、かっこいい。なにこいつ、めっちゃかっこいいんやけど。ちょっととりあえずここ危ないから、ちょっと安全なところで、ゆっくりと確認しようか。よっしゃ、持って帰ってきたんで、早速乗っていきましょうか、こいつに。いや、かっこいいな、これ。めっちゃでかいな、こいつ。よし、サドルつけよう。乗ってみましょう。うおー！おお、すげえ、でかっ。ギガノトがこのサイズやろ。あ、ギガノトよりはさすがにちっちゃいけど、いや、でも、でかっ。かつてこんな肉食生物で、ギガノトに対抗できたやついいんやろ、サイズ的に。おお、おい、はい、はい。なんか、変な、なんか、黄色い、液体みたいなのをかけてるけど、これなんか毒かなんかあんのかな。なんかそんなことをね、チラッと書いてた気する。おおほほほ、かっこいい。あ、スタミナあんまないわ。あ、スタミナ回復遅いな、こいつ。これは、あ、これや、これ、尻尾攻撃。
おお、なかなかの範囲やな。あ、強いな、これ。強い強い強い。ほい。おお。おお。吠えた。こうか。おお。かっこいい。かっこいいぞ、こいつ。はい。はい。これがなんかダメージ入んのか。なんか毒的にあれなのかはちょっとよくわからんけど、この酸の液体みたいなやつ。あ、すげえ。でもかっこいい。色合いもこの赤でなかなかかっこいいし、いや、すげえ。スピードはそんなに、やっぱギガノトタイプかな。いや、これやとそんな速くないんやけど。いや、足長いね。スタイルいいね、君。いや、かっこいいな。かっこいいな、こいつ。いや、普通にあれやな、本編でも欲しいな、モッドじゃなくて。モッドじゃなくて、これ普通に移植して欲しいぐらい出来がいい。かっこいい。ということでね、今回はこのドラコニアサウルスというモッド生物を取っていったんですけど、いやー、いいね、これ。もっといいね。やっぱり本編でもさ、やっぱり生物そんなポン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 増えへんから、やっぱマンネリ化していくわけよ。で、ここでこういうモッドっていうので入れて新しい生物取っていくっていうのも楽しいね。ということでね、今回はこの辺で終わっていきたいと思います。この動画がいいなと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。